これから鹿児島実業、僕のね母校はで、吉田は国見高校、はい、当時九州で練習がきつすぎて行きたくない高校、鹿児島実業が国見高校って言われてたのよ。どっちの高校がきつかったみたいなちょっとエピソードをさ聞きたいんだけど、実際国見どうだったの、小峰監督。いやきつかったよ。何がきつかったの。やっぱね、精神的にもやられるし、走りの時期ってあった。あったあったあった。あった、走りの時期になると、うん、夕方の5時になったら街にのチャイムが鳴るんですよ。それが鳴った時に小峰先生が来て、アイスパイク発火やろうと。もうその日来た時は、ああまた走りだってなって、だから俺は魚の名前で例えてたんですよ。走りがシシャモだったり、うん、マグロだったりとか、なんかいろいろあったんですけど、うんうん、走るメニューのね。そうメニューの、うん、でシシャモとかはもう1周45秒走って、で2周1分何秒だから忘れたけど、うん、で3、4、5、5、4、3、2、1で走って、ラスト1本目でもチームが入らなかったら、うん、そこからたぬき山ってて、うん、山を登らんや。先生が真っ暗だからもう後ろからライトを照らして、うん、俺たちは並んで、うん、それも40分で入らないといけないから、うん、え、それ入らなかったらどうなの。いやもうもう一回ずっとだけど、うん、俺たちは果実はもっとやってんだぞ、うん、お前らやらないと勝てねえんだぞって言われたらいやいやもう果実マジやめてくれよって俺ら思ったそういうことね。そういや、うちらも走る時期はあったけど、最後に持ってくんのよ練習の。おうおうおう。で練習時間が4時間とかやんのよ。めっちゃ長いのよ。しかもいろいろやった後に最後にメインイベントの走りが来るわけよ。でその走りが、まあ、いろんなメニューがあるんだけど、タイム以内に入んないといけない。 100m 走って、 200m 走って、 300m 走って、で 500m まで走ってリターンして500からこう戻ってくるみたいな。でそれもタイムもさ早いタイムでさ、で走らなかったら罰走でまた走らされるみたいな。きついな。しかも、朝練あったでしょ。朝練あった。朝練もきつい。朝練はね、ほら体育館でフットサルのゲームとかやって、だけど朝練がほら6時10分からで、もうみんな5時から起きてやって、うん、でみんなで朝練をして、うん、って感じ。だから5時にずっと行ってた、はい、みんな。あ、そうだった。そう、毎日休みあんの国見。休み俺らなかったね。マジで一回もなかったね。いや多分ね、国見の方がきついかもしんない。休みあった。マジで週1でミーティング、長いミーティングあったけど、ミーティングとかもないね。マジで前しかない。え、休みないんだ。ない、こんな休んでないね。あ、そう。だから練習時間はどんくらいなの。そこまでないね。学校終わって4時でしょ、うん、6時には終わってたから。ああ、そうなんだ。そうだから走りとかになったらまだ別よ、長いけど、サッカー自体はそれぐらい6時ぐらい。変な話、じゃあ高校時代にどんだけお金積まれても戻りたいと思う、1年からやり直せって言ったら俺は嫌だ。いや厳しいね。もう絶対に嫌だ。いや厳しいけど、うん、俺でもいいかな。いやなんかね、楽しかったよ。きついけど、うん、量とかめちゃくちゃ楽しい。ああ分かる。あれが良かったな。もうそれが忘れられなくて、俺はもう一回やれるから。きついの結構好きでしょあなた。まあやりだしたらね。ね、だから俺もう感じたもん。俺ね、そういうタイプじゃないと思ってたの。多分視聴者もそうかもしれないけど、うん、きついのもやってらんねえよみたいな。ああ、そういうタイプで、もう才能かと思ったら、えらい間違いでしたもん。やらないと心配。いやもうきついからもういいやってなったら、自分に悪いことが返ってきそうだよ。それで嫌で。だから今日の走りとかもやりきりたい。タイムとかもう関係なしにやりきりたい、うん、だから変わったんですよ大久保選手。今までも僕勘違いしてました。だからその国見を戻りたいっていうところに彼のやっぱりもう凄さが分かりますよね。俺ら絶対だもん。多分国見行ったら俺絶対戻らないっていう。もうそんなのやってられるかっつって。だって今回このオフで俺あのたぬき山っていう国山走ったもん、うん、え、そうなの。久々もう卒業以来走った。え、でもさ、みんな楽しかったって言うけど、そんな戻りたいって人はあんまいないでしょ。多分いないと思う。多分いないと思う。あと、夏の合宿とかきつくなかったの。いや、めちゃくちゃきつかった。そうでしょ。やばかったね、夏の合宿は、うん、俺はインターハイとか、その場所に登っていくから、バスでさ、うん、バスで行って、ねね、試合しながら行くから、うん、あれでもきつかったね。しかも、1日に何試合とか、何試合ですよ、3試合とか、3試合とか4試合とかするから、今じゃもう考えられない。考えられないね。試合の間走るでしょ。そうそうなんだ、ね、しかも暑いし。そうなんだ、ね、わけが分かんないよ今考えたら。よくやってた。よくやってたけど、まあでもこのねこのトークをすると、視聴者の方とかスポーツやったことない人はさ、意味がないトレーニングだとかさ、そういうのが来るわけよ。ああ、そうなんだ。そうだけど、ここは言いたいのは、多分ヨシトにまさにもう今言ってくれたんだけど、この強さだったり、今もストライカーとしてやっていけるメンタルのさ強さみたいなのさ、絶対にそこじゃん。間違いない。
間違いないじゃん。間違いない。もうそこがなかったら今ここまでやれてないと思う。あの時のその貯金っていうか、うん、あそこでやれたから今があるから、龍神やけどそれを耐えれるメンタルっていうのは間違いについた。本当にそうやって意味ないじゃんって思ってる人は多分そこまでいけない、我慢できないから、自分に弱いっていうか妥協してしまう、だから意味ない多分俺言うんじゃないかなって。あ、だから多分そういう人たちもやっぱ勝てないと思うし、やっぱワールドカップ出るメンバーってやっぱ交代年が多いから、やっぱそういうところに絶対あると思うんですよ。自分に負けてない選手は残るっていうね、そこはめちゃくちゃ思いますよ。子供にもそうやってやらしたい、いやめちゃめちゃそう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 。だから今はねユースでもね、まあそうね、いるけど、まあ別にユースが交代連がとかじゃないけど、まあ、そういうトレーニングは決して意味ないわけじゃないね。俺も過失の時めっちゃきつかったけど、ね、それを乗り越えてやれたからプロでずっと長くやれたし、そうそう、考え方次第じゃない、もうただ走らされてるからっていうので、うんうん、僕は意味ないやんだけど、いやこれで強くなってやろうと思って走るのとまた違うから、俺はそうやって思って、まあ、自分のためになるから走ろう思いながら走った高校時代から、高校時代からでプロになりたいっていうのがあったから、絶対ならないといけないっていうのがあって、いやそう思ってやったのが、うん、今に繋がってる。この差だろうなこの差だろうなって悩まされてやらせてもらえたけど、俺は正直またかよみたいな、まあ私は張ってるこのその時はこの走り何で何やってんだよきちいみたいな、その時はそう思うけどね、その時はったけど思うけど、走り出したら俺はそういう気持ちでやってる。あすごいね、すごい本当に。得点王もね3回取るのは納得ですよ。だからこれがメンタルの強さだと思ってる。ワールドカップでもやっぱそうやってさ緊張しなかったり、そのメンタルの強さは練習の取り組む姿勢だよね。いや納得です本当に。まあでも総括すると国見とか実はきつかった。いやきつかった本当に、まああれ以上多分ないと思うよ、ないと思う、絶対ないと思うよ。いや本当にきつかった、強かったもんね。俺ら那須さんが3年生で負けてるから。あそうそうそう、選手権でやってんのよ。選手権2回戦で轟で、そう2回戦で2-0かな。そうだし練習試合でも結構やってんだよ。そうやってる、あの時強かった感じさ、強かった強かったって言ってもあれだけど、いいメンツだったしね。まあでも選手権の時は特に強かったよね。強かったね、あメンバー良かったしね。それこそ松井とかね。まあでも吉田は国見3年の時だからね。3年の時にもう優勝してるから。あそうなんですか。そう3年の時準優勝としよう、優勝優勝、しかもバリバリ決勝で大差で勝った。確かに3-0か。だから俺ね吉田のね高校2年生の時のそんな強い印象がなかったのよ。総合3年生になってテレビ見てもうやばーみたいなね。であの時でも俺らの3年生も根田さんと一緒の同級生、うん、いたね、プロに。そうそうそう、何人かいたっつって、いい選手はいたんだけど、うん、まとまりがなかったね。俺たち3年生は史上最弱で言われた、うん、えそうなの。そう俺ら3年の時の1年生3年計画で1年生がブラジル遠征行ったり、うん、ここで優勝するってけど、それに俺は負けたくない、うん、俺たちが優勝しやろうぜ、うん、もう一体感だった。へえマジで俺選手権しか見てないから、うん、もうダントツの優勝だったじゃん。 そんな苦戦したの、うん、ないでしょ。そんなストーリーがあったのね。最弱と呼ばれ練習試合でもほぼ負けない。もう団結力だね。もう本当良かったんだ。そうその俺らの時は団結力なかったの。 なさそうやもんね松井さんもおるしさね、田原豊もおるしさなさそう。お前許すんだよ、ね、いいぞいやそうなかったんだけど、うん、夏にコーチが来て足立亮さん。あ亮さんが。そう、あそうだ。まあいろんなチームのコーチとかねやってる人で、ね、うちらも共通して知ってるんだけど、うん、その人が来てから変わった。あそうなんだ、うん、厳しくなって厳しくなってチームを大事にしろみたいな。お前らサッカーいうち勝ちてんだろみたいな。それこそ走るなんか気にすんなみたいな。ここでやれよみたいな、倒れてもいいんだよみたいな、そういうことになってみんながこう団結し始めたり練習で変わって、まあ、そっから強くなったよね。まあ僕ら国見と果実ですけど、まあでも絶対に、まあ、一つだけでもきつかったけどあの時があったから今が間違いなくある。間違いない間違いない。それは間違いないです、うん、だから今ね高校生とかでもその例えばもう理不尽だとかさなんかそう思ってても間違いなくそれをまあ俺はヨシトみたいな気持ちで常にやれなかったけどでもそれを乗り越えようとしたら後々自分に絶対返ってくるし、きついことがその後あったらそれを乗り越えるためにその支えになるからです。そういや本当になるね、うん、大事だからまあ前向きに頑張ってほしいよね。前向きにいきましょう、うんっていう話です。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。